ストリームが始まります。あれ、源さんいなくなっちゃった。あれ？じゃあ、アリンさんと2人でやろうか。はい。あれ？戻ってくるのかな？どっちなのかな？今確認してみるね。じゃあ始めちゃおうか。途中で源さんが来たら来たで、はい、今、ピン。こんな感じで、はい、今、配信がすでにされております。あ、本当ですか。アリンさん、声出ます？はい。あ、声、今、ミュート解除してます。ああ、そういうことか。はい、私が声が聞こえてなかったんだ。大丈夫ですか、今。マイク。これで、声が出ますか？声出ます。私がイヤホンが聞けてなかっただけでした。はい、ごめんなさい。あ、大丈夫です。声が聞こえてなくて。じゃあ、はい、大丈夫です。これで、はい、行きましょう。はい。はい。じゃあ、30分行きましょう。はい。じゃあ30分始めます。で、45分。45分まで。え？みんな出たいとか言ってた？どうだった？言ってないで。言ってない。じゃあ、源さんが戻ってこなければ30分アリンさんとで、もう途中で戻ってきたら源さんが入る感じで、30分今からやっちゃいましょう。はい。はい、じゃあ、タイムキーパー、金井さんお願いしてもいいですか？チャットで。はい。用意。はい。こんにちは。世界を楽園にする映画監督、アーティスト、増山玲奈です。毎週、増山玲奈のドラゴンジャーナルお聞きいただきまして、誠にありがとうございます。本日は、アトリエカフェ R スタジオから、Zoom 配信で素晴らしいゲスト様にお越しいただきまして、今週のラジオ放送をお届けしております。今一緒にですね、アート雑誌制作に取り組んでおります。ヒーラーとして国内外、パレスチナやカナダでも活躍されております、画家でヒーラーのアリンさんです。アリンさん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。アリンです。はい、アリンさんとは実は結構付き合いも長くて、そうですね。はい、6年とかですかね。はい。はい、世界平和の思いから、友人の結婚式で出会いまして、パレスチナに鶴を贈られたお話ですとか、世界の平和を願っていろんな場所でヒーリングのパフォーマンスをされているというお話を伺ったりですとかしております。で、意気投合しまして、はい、昨年、私ども一般社団法人ユーラシア国際映画祭で、出版しましたアート雑誌ウィッシュにも一緒に参加していただきまして、今回新しく第2弾も一緒にスタートするということで、はい、大変嬉しく思っております。はい。はい、自己紹介の方をぜひお願いいたします。はい。アリンです。アリンは2006年のチベットの旅でチベットでいただいたお名前です。ホーリーネームをいただきまして、チベットで、はい、そうなんですか。はい、で、そしてその時に私は20代からカナダにちょっと在住させていただいて、でそしてカナダその後に世界中を巡礼しておりまして世界巡礼の旅と。こう呼ばれて土地の方々に呼んでいただいて、そこでセッションさせていただいたりとか、ヒーラーとして活動させていただいたりしておりました。もうタイ、インド、ネパール、チベットから中東、オーストラリア、タスマニアからヨーロッパ少しっていう形ですごい世界中を飛び回って、はい、でそして海外で本当に大使館経由で大使館の方に呼んでいただいて、でそして中東の中東和平ということで、大統領とつながらさせていただいて、まあ、国の式典で奉納演奏させていただいたりとか、ちょうどその時に、はい、ガザ紛争が始まりましてちょうど、はい、でそれでまあ、イスラエルやパレスチナに私の愛を書いた作品を両方にものすごい満面の笑みでキラーっと送らせていただきました。でそして、まあ、先ほどねディナさんがおっしゃられたようにまあ、イスラエルとパレスチナっていうのは私は基本的にどっちよりでもないんですよね。どっちも良くなるようにっていうことだけであって、どっちがいい悪いっていうジャッジは一切ないわけなんですよね。でそしてそれに伴って本当に子どもたちが、まあ、アーミーというか石を投げることによって、まあ、本当撃たれたりとかするわけなんですよね。まあ、これテロ行為だって、はい、それをどうしたら石を投げないようになってくれるのかっていうことを考えたわけなんですよ。まあ、その現場に遭遇しました私も。でそして、はいまあ、ひらめいたのがもうとにかく、まあ、日本から祈りを送ってなんか鶴折り鶴をみんなにプレゼントして、もうとにかく日本の折り鶴っていうのはすごい魂がこもってると思うんですよね。でしかもそれが広島の祭典で使われたもう平和の折り鶴ならものすごいもう気持ちがこもって、きっとこの鶴たちは子どもたちを守ってくれるというふうに、まあ、確信したのと、あとあるお店でなんかお店の人とお客さんがギャーってなんか喧嘩してたんですよ。でそれでどうしたらこの喧嘩を鎮められるのかなってちょっと考えたところ、パッと財布を見たら日本円の10円玉があったんですよね。でそれで、はい、10円があったと思って、でそしてこれを、まあ、レジの人に10円って見せたらこうやって珍しいって、あなんだこれ初めて見るコインだなとか、これ日本のコインかって、でそうすると意識がそっちに行くじゃないですか。でそれで、はい入ってあじゃあプレゼントするよとか言って、でそれでそのお客さんにもほーって10円プレゼントして、でそしたらいつの間にかなんか和気あいあいとしてなんか言い争いが静まって2人とも喜んでたということがあったわけなんですよね。で私も世界中回っていていろんな戦いの原因っていうのが何かというと貧困だと思うんですよね。まあ、経済格差であったり、はい、ですので違う国のエネルギー、まあ、コインですよね。コインただのコインではなくもう超祈りを込めてワゴーワゴーという気を込めて両方にプレゼント、違う国のコインを日本のコインをプレゼントすることによってなんか和んだというそれで和合が起こったということがございまして、これはいけるって思って日本の5円は日本にしかないんですよね、穴の開いたコインが。でそして世界にはないので5円を結ぶっていうこともあるので、日本の5円を集めてピカピカにもう黄金色に磨きをかけて組紐、しかも紐をつけて折り鶴もプレゼントして、それを袋にもうパッケージ可愛くパッケージして愛を書いて日本中から募集したわけなんですよ。で面白いそしたらなんと広島の祭典でこの鶴たちがもうたくさん倉庫にあって使ってくださいってことで、もうお部屋7畳分ぐらいの鶴たちがドバーッとすごいもうちょっとなんか持っていくつもりがもうお部屋を埋め尽くす広島の鶴がもう集まってきてくださったっていうことなんです。それで広島の鶴を私がイスラエルとパレスチナに持っていって、でそれでまあちょっと迫害されてる子どもたちのエリアがありまして、でそこに、はいまあ、日記松本さんとかいろんな人たちと子どもたちを励ましてほしいということで鶴を山盛りこう 山のような鶴を皆さんのご協力のもとを段ボールで運ん で,、はい、でそしてその鶴をみんなにこう大盤振る舞いみたいなで、それと日本中から集まったプレゼントですよね。プレゼントと私の絵のアート、はい、もうあの国の子どもたちももう本当に飢えてるのでブワーみたいなものすごい勢いでうわー集まってうわーみたいな大変なことになりましたね。はい、まあそのような感じでとにかく、まあ、石を投げるなということが言いたいんだ私はっていうことを言いながら、鶴をぐわみんな首に巻いてみんな首にかけて、とりあえずもう日本の祈りの鶴は子どもたちを守るみたいな感じで、でそれとまあ旗をこう、まあ、日本から持って行ってくださいっていうことで日本の日の丸を持っていったんですよね。でそれで、とにかくなんか襲われそうになったらとにかく旗をバーッと日本の広場みたいな感じでとりあえず旗を上げとくようにとかなんか言って、はい、やっぱり旗っていうのはものすごい大事 で海外結構いろんな国回ってるといっぱい旗が指してるんですよね。はい、でそれでなんでこんなに旗多いんですかねって言ったらこう主張しないと自分たちの国だって主張しないと持ってかれてしまうんだっていう、ね、ことなんですよ。ここはうちの家だっていうことなんだ。旗があるっていうことは。そうでも実際今ウクライナでもそのロシア、領土っぽくなってるところに新しく旗立てられたりとかしてますよね、東部の方でね。旗ってそういうことなんだ。そう、日の丸っていうのはとても大事なことなんですよね。でそしてなるほど、はい、そうなんです。私たち日本人っていうのは島国なんで外からあんまり侵略されたことがないのでよく分かりにくいんですけど、実は本当にものすごい日の丸ってすごい大事で、例えばなんか攻撃が来たとしても日の丸をあげるとその国がサポートに来たんだっていうことになるじゃないですか一応、はい、だから私が行ってっていう力だと弱い。だからもうはい、一応国家で国の代表ですみたいなでもう子供たちもります日本代表まあ大使館から言ってるので代表とも言えるのかもしれないんですけど、でもずっとそこに場にいることができないじゃないですか、うんうん、ですので何があった時はそこの旗に祈りを込めて、だから日本っていう本当私たちはその旗を本当に大切にすることが大事なんですよね。でそしてそれをやっぱり日本人であるっていうことを世界に伝えていくっていうことが大切なんですよね。なんかアジア人だとみんななんか中国人に間違えられてしまうっていう現象があって、区別がつかないんですよ。で分からないので、はい、なんか違うっていうことをちゃんと言わないとみんな一括りに例えば日本人でも中東の人分かんないじゃないですか。何人で何人種でみたいな、何々人でって全然分からないんですけど、うん、この関わると分かるじゃないですか。全然違うけど、はい、ほとんど知らない人からするとみんな一緒なんですよ。うんうん、でも日本っていう国は過去の偉大なるグレートスピリットのもう本当に北斎さんだったりとかいろんな方々のおかげで日本のイメージっていうのは非常にいいんですよ。今現在ものすごくよくて、はい、なんか日本人って分かると途端に親切してくれたりとか、日本人ウェルカムウェルカムってなることが多いんですよ。はい、なんか皆さんもお分かりだと思いますけどでということで私がいろんな国の子どもたちに私の作品と愛を書いて、日本の旗、これ日本の日の丸でこう簡単なんで書きやすいで旗を書いて、これはジャパンで日本地図まで書いて、ここ日本でみたいなちゃんと教えながら行くみたいな私は愛を配るんだって、みんな日本のことを知ってほしいっていう思いでみんなにで、ローマ字は通じるので、これはラブっていう意味でハートは万国共通ですよっていうで、そしてここに愛って書いて愛って読むんですよってなんか教えて、これはジャパンで日本の旗でっていうでアリンって名前書いてプレゼントするというということをまあやってましたね。素敵ですね、はいはい、私もパレスチナではミッキー松本さんに、はい、コーディネートしていただいて、はいコーディネートしていただいて、貞子の鶴という映画を上映させていただいたことがあって、はい、その時にヘブロンという場所で、はい、実際に上映の1日前に病院で、20人の、方が殺害される、イスラエル兵によって殺害されるという、20人のイスラエル兵が来たのかな。で、はい、実際に目の前で肉親を失った12歳の男の子に取材をしたことがあって、はい、その時カメラを向けたんですけど、はい、なんかもうすごく胸が苦しくて、彼は呆然としておじさんが目の前で亡くなって、で壁には血が飛んでて、12歳の子がこんな顔するんだって思って、で貞子の鶴っていう映画を作った時も70年前の、原爆直後の米軍が持っていた、カラーの動画をですね、全部見たんですよ。広島市米軍さんから提供していただいたのかな、米軍の方から提供していただいた映像があって、でその時に顔の表情を失った少年少女が映ってるんですよ。でその時に分かったのは、あ、同じ顔してると思って、で戦争で子どもたちがこういう表情をするっていうのはやっぱりこう、私も2人の娘の母親であって見ていられないよと思って、なんとかこういった戦争の状況をなくしていきたいなっていうふうに感じていました。あとあれも浴びたよ、なんかマスターガスみたいな、催涙弾ですか？催涙弾みたいな、ベツレヘムってキリストが生まれた町で、はい、ニッキー松本さんが毎年、音楽コンサートされてて、はい、ニッキーさんに連れて行っていただいて、ベツレヘムにある、農業大学に行ったんです。でそうすると毎日午後1時ぐらいになるとみんな窓を閉めてて、どうしてかっていうと道に歩いてる時黄色いね煙がボワーって広がるんですよ。なんだろうって、工事かなって、工事じゃなくて攻撃なんですよ。すごい臭いの、なんていうかマスタードを鼻の奥に塗られたみたいな。鼻かんでも鼻かんでも鼻かんでもその匂いするんですよ。ですっごいケミカルな感じで、でそれを午後毎日その農業大学の学生さんも、教授たちも浴びて、町にはねその農業大学だから畑とかもあって、そのエコビレッジみたいな模型みたいなのもあるんだけど、そのエコビレッジに毎日黄色いよくわからない化学物質がまぶされてて、こういう嫌がらせを受けてるんだと、なんとかしてくれと言われて、でその匂いがねその日の夜にも取れなくて、シャワー浴びても取れなくて、なんかこう毛穴に入ってるような気もして、1週間ぐらい鼻孔の奥にその匂いずっとするんですよ。でも私は1回だけ浴びただけだけど、これが毎日続くってどういうことと思って、でそういう意味ではイスラエルのこの暴行というか、パレスチナの人は石投げるけどさ、石どころの騒ぎじゃないからさ、やはり圧倒的な武力があるものが、力が弱い人たちを、潰すというのは良くないと思う。で同時にそのどちらかについて反対って言っていくことで、その解決ができるのかということもあって、ただ被害者がずっと声を上げることで MeToo だとか女性の人権だとか、いろんなことが解決してきたので、それが無駄だとは思わないんですけれども、私今自分のミッションとしては、その先の、アリンさんが取り組んでおられる和合の世界っていうものがそんな理想地をあるわけないでしょってみんな言うじゃないですか。でもあるんだよってあるんだよ、こういう色でこういう形でこういう人たちときちんと信頼関係があったある場所を人間作れるんだよと、はい、そういうことをこのユーラシア映画祭のいろんな国のパートナーがいて、今世界中から嫌われているロシアにも私たちのパートナーがいるし、今日は中国の日中映画祭実行委員会の会長の高中さんからもなんか久しぶりに LINE 来たりして、なんかいろんな国の方々と対話をしながら、その先の美しい世界を一歩先に作っちゃおうっていうことを取り組みたいなと思ったんですよね。それで、はい、実は今度アリンさんと今取り組んでるアート雑誌のテーマを美と光にしようと思って。素敵です。ありがとうございます。なんか思いついちゃったんだよね。はい。なんで思いついたか私忘れちゃったんだけど、なんかアリンさんと電話をして盛り上がりましたね。あれ盛り上がりましたね。はい。美と光。美と光っていう言葉がパンと生まれて、はい、で正しいとか正しくないとかどちらが強いかじゃなくて、はい、私たちが圧倒的に美しい、こっちですね、美しい状況を、あれこれ見えてるのかな、はい、はい、美しい状況を、表現するというか、はい、一足先に作っちゃうっていうのがこの私たちのミッションなのか、アーティストとしてのミッションなのかなっていうふうに思うんですよね。はい、はい、そうだと思います。で、それが無理なようでと言われたけど、実はなんか全然無理じゃなくって可能です。可能ですね。可能だと思います。私も本当に絶対不可能と思われてたことが可能になったことがありまして、それは、例えばガザあるじゃないですか。ガザが一番やっぱり世界の本当の歴史の中でも最も紛争の発祥みたいな風にも言えると思うんですよね。まあ、なぜなら聖書の世界があるから、そこ人類発祥のあそこが良くなりますようにって私は祈り続けたんですよ。とにかくあそこが良くなってみんなが良くなるようにって祈りまくってたら、なんと奇跡的にガザに本当にイスラエルの許可もパレスチナの許可も両方の許可も入って、ガザに鶴とやっぱり私の手紙と全部送り込むことができたんですよね。でそれが本当にすごいことで、私の祈り和合したって鶴を送り込めたっていうで、皆さんのおかげですよ。皆様がサポートしてくださって、一人の力だったら無理だったんですけど、本当にイスラエルの友達もたくさんいますし、本当に心が綺麗な方々なんですよね。ものすごい純粋でも聖者みたいな人たち、だから本当に表面の戦いではなくて、本当にスピリットは両国とも和合を求めてて平和を求めてるんだっていうことを私は体感して伝えたいって、その形をアートとして、アートの世界は自由じゃないですか。私はアーティストとしてやっぱりそれを私の愛を送ることができたっていうところが本当に芸術の素晴らしさだと思うんですよ。芸術は超えていける、そうジャッジもないですし、もう本当に潜在意識の愛そのものしかないと思うんですよ。だから本当にそれをもう世界中に広げたいっていう思いです。はい。でそれでウィフティのね、はいはい。で今これが第2弾のウィッシュで。はい、第1弾を昨年の5月ですかね、アレンさんとも一緒に、掲載出版させていただいたら、インドやアメリカなどでも、Amazon でベスト10入りをしまして、日本では紀ノ国屋書店さんですとか全国書店で販売をしていただいて、でその時は風の時代っていうことと、そのコロナを明けて未来を作ろうというイメージで祈りを込めて作ったんですが、今回は一歩進んでですね、この先私たちが進んでいきたい、美しくって光り輝く、一人一人が輝くような、そういった世界をアートで一足先に作ってしまおうというコンセプトで取り組んでおります。samurai.jp の代表で北斎展を今年フランスで開催されます写真家の田川清美さんに、やはり美と光といえば夏目雅子さんの圧倒的な美しさっていうのも掲載させていただけたらいいなと思ってまして、あと私たち一般社団法人ユーラシア国際映画祭で取り組んでおります映画歳三の刀の主演源幸四郎さん、ご自身がアーティストとして作られている世界観っていうのも発表していただいて、北斎学会理事の藤久先生のインタビューですとか、また古民家再生で日本の美を伝えて世界36カ国で書籍を翻訳されている日本の美を伝えておられるアレックス・カーさんですとか、豪華アーティストさんの作品やインタビューが掲載されます。なんとこちらですね、この私たちが作っていきたい美しい愛の光の世界、共感していただいて一緒に作りたいって思ってくださった方がアーティストさんが参加できるということになっておりまして、1ページ A4 掲載料が22,000円でこの共感してくださるアートを掲載していただくということができます。またその美しい世界を一緒に取り組みたいと思われる企業さんは、ぜひお声掛けをいただきまして、うちのこんな商品を広告して載せてくださいというようなことも、ご協力させていただきます。こちらの雑誌は英文と日本語で、掲載しますので、フランスで開催される北斎展の会場ですとか、ドバイで、行われる着物ショーですね。着物ショーのジャパンエクスポのイベント会場ですとか、各国で販売予定となっておりまして、ご自身のアート作品を世界に広げるということで、ぜひ皆さんに参加していただきたいなと思っております。まだ知らない才能を一緒に発信することで、共振という言葉がありますけれども、なんかこの愛の波動をね、みんなとこう魂と共振しながらこう広めていけたらいいなと思ってます。楽しみですね、はい、楽しみです。大丈夫ですよ。あ、そこで、もう一人ゲストが来られましたね。はい、源さんが参加されているようですが、このアート雑誌ウィッシュで、アートを掲載していただきます。源さん、お声が出ますか？まだ出ないかな。で、アリンさんはこれはどんな作品をウィッシュ用に掲載する予定ですか？そうですね、本当に見た瞬間、見つめるだけでもうピカーって光り輝いて、もう波動とオーラが変わっていくぐらいの、はい、本当に内面の輝きですよね。この中からふわーっと光り輝くような、はい、なんかアリーさんも綺麗になりましたよね。嬉しいです。なんか皆さんも素敵です。そうですね、なんか私最近会う人に綺麗になったって言われてすごい綺麗になりましたね。本当ですか？可愛い。嬉しい。なんか素直になったというか。そうですね、それはあると思います。映画をちょっと撮り終わったこともあって、はい、ちょっとね、一歩肩の力が抜けたというか、はい、そして源さん、お声が出ますか？出るかな。本日もう一方ゲストが、はい、こんにちは。こんばんは。こんばんは。今ちょうどウィッシュの話をしておりまして、はい、はい、その中で源さんもアーティストさんとして参加していただけるということでありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。はい、源さん、自己紹介、はい、あと放送も10分ほどとなってますが、自己紹介と今回ウィッシュでどんなことをやっていくのかなっていうようなこととか教えてください。はい、私は舞楽座の源幸四郎と申します。はい、侍の美意識をですね、アートとして世界に発信していますが、その中で相手を尊重するっていうことを主に武の美ということでですね、提案してまして、でその過程でですね、その多様性っていうことの大切さっていうのを、まあアートを通して、提案できればなと思っています。なんか侍と多様性ってちょっと一瞬結びつかないんですけど、どういったビジョンなんですか？例えばですね、侍って皆さんにとってどういうふうなイメージっていうのがまず、聞くとですね、刀を持って戦ったりとかですね、人を殺すっていうかな、まあ、戦うことを職業にしてるわけですけれども、実のところ侍が戦ってた時期とか、そうですね、トータルで見ると戦ってる時間の方が短いわけですよね。そうなんですか？ほら、侍がその政権を、武家政権であった時代っていうのは700年あったわけですけれども、その間に合戦があった時代っていうか、まあ、そういうのってトータルで言ってもそんなに多くないわけですよ。江戸時代の百何十年とかは平和だったわけですし、はい、多分一回も戦ったことない侍っていっぱいいるんですね。はい、だからそういう意味では皆さんが思ってるよりも戦いっていうのも一つの武士の一側面であって、まあその政治を担ったりとか、あるいは警察のように治安を維持したりとか、そういう仕事をしてたわけですよね。あるいはその武士のたしなみとして能とか茶の湯とか和歌を読んだり、そういう文化教養人であったりとか、そういうのがあって、でそういうまあなんていうんでしょうね、中でですね、その武士っていうのが、じゃあ、どういう人を武士って言ったのかって言った時にですね、まあ、自分の命をかけてでも守るべきものを理解してそれを守ったり、あるいはこうなすべきミッションを達成することをこう重んじたりしてたっていうことだと思うんですよね。でそういうことがその普通に考えるとなかなかそんな人いるのっていうような、なんていうかな、珍しい人だと思うんですけれども、職業だと思うんですけれども、自分の命よりも人の命を大切にしたりとか、自分の役割のために命を捨てるっていうような人がいるんだっていうこと、相手を尊重したり物を大切にしたり、そういったことがですね、本当に命をかけてやっていたっていうことも、なんていうかな、多様性だと思いますし、そのお互いにこう理解し合う、相手を知り己を知るっていうようなことをですね、大切にしていたっていうことをですね、アートを通して伝えていければなと思っています。なるほど、楽しみですね。なんかこう侍が相手を重んじて、で相手と自分の違いをそれぞれ尊重して、関わるっていう、そういったその武士の心得みたいなものって、今まで源さんに教えていただく前はなんとなくイメージなくて、武士っていうとチャンバラみたいなイメージがあったんですけど、それがどういう形で芸術作品になるのかっていうのはなかなか楽しみで、そして今、配信ご覧いただいている皆さんよ、歳三の刀の予告編を、ご覧いただいてたんですけど、私が監督をしています映画歳三の刀では、そういった侍の心とかいうことも表現して、これから世界各国で上映して一大ジャポニズムブームを作っていきたいんですが、その時に自分だけが良ければいいとかいうことの世界観ではなくて、互いを尊重し合うようなこう侍の生き方を、表現していけたらいいなって思って楽しみですね。ただその多様性っていうのが今後アートの中でもかなりキーワードになってくるのかなと思ってて、こうよく仕事ができる人に価値があって、そうじゃない人には価値がないみたいな、そういった強い経済的に強い国であれば何をしてもいいみたいな、そういったことがこう時代がもう変わってきたんだよっていうことを、この、アートムーブメントの中でも伝えていくことができたら、深い部分でアリンさんが取り組んでこられたパレスチナでの、平和活動ともリンクしてきて素敵なハーモニーになるかなと思いまして、アリンさんは今源さんのお話を伺っていかがでしたか？実は私は血が半分侍なんですね。そうなの？そう、母方が氏族の流れでして、はい、その母の母までもう士族同士しか結婚できなかったんですよ。でそしてずっとその上も全部士族で、母の時になって初めて士族以外と結婚したわけなんですけど、その上はほぼ全員みんなそうだったんですよ、お見合いで。でその中で来山陽様って言って、当時日本一の漢学者吉田松陰様の先生ですね。でその武士の時代が終わった後に文学とか、芸術書の方に移行したんですよね、先祖が。でそして来山陽様の弟子になって吉田松陰様とかと一緒に学んでまして、でそして本当に幕末の志士の人たちと一緒にいたんですよね。でそしてそこで芸術を極めていったんですよね。でそしてそれで岸士順っていうんですけど、先祖が徳島の、初代寺小屋を作りまして、その後初代校長先生になったんですけど、ずっと歴史その後で、その時に書の達人、芸術の達人で四国の徳島の歴史に残ったんですよね。だから本当に武士、ものすごい本当にもう武士みたいな感じの武士だったんですが、本当の武士っていうのはほとんど戦わないんですよ。ものすごい慈愛で、もう存在自体で敵が来れないんですよね。もうオーラですよね。オーラを見て、あと草履を見ただけで、あ、この人はただもんじゃないって言って、道場破りも去っていくみたいなことってあったんですよ。草履でわかるの？そう、草履のへりで、はい、これは本物だ、戦っては負けるっていうのがわかるぐらい、はい、本当のもう武士も極めていくと戦わないんですよ、本来。だから本当にドンパチやって戦ってるって、特に本当にもういっぱい武士っていうのもいろんな士族がいたので、本当にキリスト御免みたいな方もいらしたかもしれないんですけど、本当に極めていくともう慈愛なんですよね、武士の世界っていうのは。本当にスーッと通ってて、もう国を守るっていう、もう国を守ってみんなを守る、そこに命をかけるっていうのが本当の武士、そして戦わずして勝つっていうところにあります。で、そしてその後、先祖の血が芸術の方に走ってくれたおかげで、私もこの芸術的なエネルギーを受け入れることができて、あと本当に母家系がやっぱり士族っていうこともあって、なんか代々巫女とか尼さんとかが魂を沈めていったりとか、そういう力のある人がいた家系なんですよね。で、そのエネルギーが私の母に来まして、はい、でそしてそこから私に来たそうですその能力だから、先祖代々のいたこの能力者、女性にその力が宿るらしいんですけど、はい、スーッとここに集まってきたということを、親から言われましたねだから本当に今させていただいて、レナさんと一緒に活動させていただくのも、はい、先祖のやっぱりスピリットが呼んでくださったんじゃないかなっていうふうに思っております。はいありがとうございます。なんかセッションが楽しみですね。そうですね。源さんも幸四郎って光っていうのが名前に入ってるし、今回ちょうどタイトルに光もあるし、はい、なんか不思議なご縁を感じます。しかもこれペンネームじゃないんですよね。はい、去年ビザ取った時にパスポート拝見したら、そのまま本当に本名なんですね。源さんは音声はもうあれですかね。なので今回、多くのアーティストさんとも一緒に参加していただいて、はい、サムライスイッチにオンにしてですね、はい、皆さんの魂を研ぎ澄ましていくのがいいかなと思って、私最近撮影終わった後、はい、会う人がね、なんか会うたびに顔がすっきりしてるんですよ。はい、で撮影終わってお会いした矢部先生もなんか若々しくスッとしてたし、なんか奈美ちゃんもすごい会うたびに綺麗になってて、なんかサムライスイッチ入ったのかなみたいな、はい、本気で生きるっていうことを普段日常生活の中でなかなかしないけど、はい、本当に大変な現場だったんで、はい、なんかみんな本気で生き始めたらかっこよくなったかなとか、綺麗になったかなとか、なんか研ぎ澄まされてくるかなっていう感じがしてて、なので関わっていく方がだんだんいい感じになっていく輪を作れたらいいなって思っております。本日最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございます。最後に少しだけ告知をさせてください。7月8日、金曜日の午後4時から九段下のりそなビル5階で映画にご出演いただいた源幸四郎さん、そして人気 YouTuber のジョースターさん、増山玲奈、そしてゲスト出演で氏神一番さん、出演していただきまして、歳三の刀アナザーストーリーのトークイベントを行います。なんとこの4人で新しい映画も今取り組んでいるというお話も当日、劇的発表しちゃおうかなと思っておりますので、お楽しみください。参加費が一般5,000円、そして、ユーラシア会員の方は3,000円となっております。またユーラシアって面白そうだなと思われた方、ぜひ会員になってください。翌日7月9日午後3時半から、同じ九段下の5階でですね、りそなビル5階でユーラシア映画祭年次総会を行います。1年間の活動報告、そして今年はこれからフランス、ドバイにも行きまして、ロシアにも行き、政府映画祭と一緒に発信を取り組んでまいります。こういった輪の中で国際マガジン、アート雑誌を作ったり、映画を作ったり、いつもエンターテインメントに取り組んで、世界の一歩先の平和で美しい世界を実現していきたいなと思っております。皆様もぜひ仲間になってください。正会員の方が1万1000円で、サポート会員の方、年間4400円で参加していただけます。各種イベントも割引、毎週水曜日午後8時からはオンラインミーティングもしておりまして、こういった芸術運動ですね、世界を変えていく大きな運動がここから発信されるなと思っておりますので、ぜひご参加ください。最後までお聞きいただきまして、誠にありがとうございました。アリンさん、ありがとうございました。皆さん、ありがとうございます。ありがとうございました。当日参りますので、よろしくお願いいたします。はい、ぜひアリンさんも、はい、次回の映画も巫女役とかがぴったりなんじゃないかなと思いまして、氏神さんにもご紹介できたらと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、お待ちしております。はい、本日は、スタッフの金井さんも最後まで収録していただきましてありがとうございます。皆さんと一緒に発信を続けてまいります。ありがとうございました。おやすみなさい。またお会いしましょう。この放送は一般社団法人ユーラシア国際映画祭の提供でお届けいたしました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあこちらで配信を止めて、なんかコメント来てたかな。じゃあ金井さん、ちょっとオーバーしちゃった分、なんとかカットしてやっていただけますか？うん、返事します。はい、お願いします。源さんも引っ越しお疲れ様でした。またお会いしましょう。ありがとうございました。はい、あ、岩崎さんも最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。楽しい話を聞かせていただきありがとうございました。世界が広がるよね。はい、なんかはい、やっていきましょうね。はい、ありがとう。じゃあ私今夜やるよ。なんだっけ。チャットワークスの宿題やるよ。頑張る。じゃあね、じゃあまた手伝えることあったら言ってくださいというか、またやり取りしながら進みましょう。はい。はい。また美味しいものをご馳走してくださいね。はい、頑張ってね。はい。ありがとう。おやすみなさい。